え、あれは。どうしたの？なんでもない。ただ、私の家の近くにも似たようなマークを使ってる店があるんだ。ただの偶然かな。そうなんだ。さあ、来たよ。もう待ちきれないの？もうすぐ、怖くなくなるからね。変わったところは特になさそうだけど。そう焦らないで。何でも起承転結が肝心でしょ。今はまだその時期じゃない。今回は前よりも早いみたい。当たり前だよ。少し不条理に聞こえるけど、若いほど怖いと思うものが少ないんだ。まさに生まれたばかりの子牛は虎を恐れないってことさ。そして回収の鍵は実際、そう、ゆっくりゆっくりでいいから。あ、へえ。才能があるね。ねえ、うちの弟子になってみない？放っておいて、小尺おばあちゃん。ママが言ってたの。その時以外はあなたと話しちゃダメだって。そうなんだ。それもそうだ。今日は昔と違うからね。みんな、これが回収だよ。どう？やってみたい？まさか。これは今まで見たことがない。根源物質の現れ方？でも、もしそうだとしたら、まだ軽率に判断しない方がいい。どうしたの？それもそうか。よそ者は老朽でどうやって取引するのかなんて知らないし、驚いて当然だよね。え？うん？何を出してもらおうかなって考えてただけだよ。あなたは何を見ても驚かないタイプなの？確かに驚いたけど、面白そうだもん。それで、どんなものでも影から出してもらえるの？小尺おばあちゃん。ちょっと、そんな風に呼ばないでよ。それと、別に何でも影から出せるわけじゃない。例えば、あんた自身でも想像できないものとかは出せないよ。なるほど。この通りの店が売ってるのは、何かの技術で、原材料とは無関係なんだ。まだ気づいてないみたいだね。ここではレストランを見つけられるかもしれないけど、野菜、小麦粉、あるいは米を販売してる店は一軒もない。特殊な供給ルートがあるんだと思ってたけど、今考えてみれば、それはただ、彼らが何でも手に入れられるからだ。その通り。この100年間、うちらはそうして過ごしてきた。あんたたちのところの相場は知らないけど、今の老朽では、かつては高価だった金銀財宝も、今は子供たちの水切り道具だよ。芸術品みたいな、貴重な技術と優れた工夫があるような品なら、話は別だけど。つまり、ここの経済体系だと、人々は恐怖を感じ、すぐに取り出せれば、衣食に困らずに済むってこと？コラリー、あんたはどう思う？これは、私たちのよく知ってるどの法則にも一致しないよね。確かに変だと思う。神の国は、同時に絶望的な国である。意味は同じじゃないけど、
ここを表現するのにふさわしい。地球の近くにも願い事をすれば実現するという世界の泡があったと聞いたけど、まだ詳しく調べたことはない。それに日常生活に直接応用したりはできないはず。でも機器の数値を見ると、その影たちも崩壊エネルギーの一つの具現と言えそうだ。この世界の泡の人たちは崩壊と平和に共生してるだけじゃなくて、それをどんなものとも交換できる永久機関にしたんだね。合理的だと思う？非合理的で当たり前だ。しかし別の視点から見ると、この件のどこが怪しくたって、私たちの火星探索の旅によりたくさんの予想外の価値を与えてくれるはず。そこから広げていけば、まだ知らないあの夢追い人の故郷だって例外じゃない。あ、夢追い人、あんたの目標はまず故郷に戻ること、それで間違いないよね？そうだよ。できるならもちろん戻りたい。ずっと私を探してくれてる人たちを心配させたくないから。じゃあ私たちは今まで通りに一緒に行動した方が効率的だと思う。確かに。一緒に行動する？あんたたち少し座って休まないの？あ、ごめんごめん、うちがバタバタしてたからうまくもてなせなかったせい？ああ、誤解だよ。もちろん老朽に興味はある。ただ私たちはよそ者だし、まずは外との通信を回復させるべきだと思うんだ。私たちの基地に連絡できなくても、夢追い人の故郷とつながれたら何らかの助けになるだろうから。あなたはどう思う、セナディア？面白ければ私は別にいいよ。でも、うん、どっちも探索できるのが一番いいかな。そうしたら影に何を出してもらうか考え続けられるしね。あ、ブローカーとして価格差で儲けることもできるかも。わざと興ざめさせるわけじゃないけど、言ったはずだよ。うちは100年間もこの小さな場所から出られずにいるんだ。うちの知ってる限りでは、確かに外に出られる道が一本ある。あるいはそうだね、通れる機会はもう失われたって感じかな。そこに行ってみたいならもちろん案内するよ。ただ期待値管理の一環として先に言わなければならない。大丈夫だよ。というより、私たちが運に恵まれてたら外とのつながりを作れるかもしれないし、運に恵まれてなくても早めに幻想を捨てるのもいいことだと思う。それでいつ出発するの？いつでもいいよ。もう少し歩くっていうだけで別に大した手間じゃないしね。でも実はちょっとした休養を済ませないといけなくて。うちついでだし、うちが休養を済ませたらまた老朽から出る方法を考えよう。どうかな？休養？あんたもその場にいただろ？もう忘れたの？もしかしたらあんたの協力も必要かもしれないよ。